ドジャースは30日、日本時間31日、敵地でのダイヤモンドバックス戦のスタメンを発表。大谷翔平投手、30、は1番、DH で先発出場する。大谷は28日、同29日、のオリオールズ戦で42号本塁打、2盗塁を決め、史上2人目となる4、42から42を達成。MLB 史上誰も成し遂げていない、 43-43にダブルリーチとした。前日29日、同30日の同戦は5打数無安打。2試合ぶりの一発、盗塁に期待がかかる。また、27日からスタメンを外れていたフレディ・フリーマン内野手が4試合ぶりに3番、1塁で復帰した。対戦相手のダイヤモンドバックスは同じなリーグ西地区に。 後半戦好調で4ゲーム差に迫られているだけに首位、ドジャースにとっては負けられない4連戦となる。